いや、釣られて降りちゃったじゃん。パラシュート開いたとこ敵の拠点の真上だったんだけど。俺も体大の字で地面に叩きつけられたけど。まあまあまあ、まあまあ、大丈夫だったら。ここね、キヌア工場。まずは偵察、はい。あ、すげえいる、ここ。エナジードリンクことモンゲナの破壊は社畜が苦しみそう。エナジードリンクことモンゲナの破壊は社畜が苦しみそう。うん、なんかこういうところこそ。あ、ベルトコンベアを狙え。あれがなければ製造ラインを。あ、それ、あれじゃねえ、あの、なんだっけ。うん、あれだ。ドローンで、ボン。そうなんだけどさ、どっかにカルテルの車ないかな、それなら。車？あのトラックがあればさ、ゲート普通に。ああ、そういうことに。この人数だとそっちの方が楽だと思うんだけど。だよね。待てよ。それともコンベアを破壊だから、迫撃砲をコンベアのところに寄せすればいいんじゃないか。2箇所同時にできないから、一発やったらすごいことになる。ああ、建物の中なんだ。ちょっと先に警報をさ、警報を EMP で。警報はどこだ？ドローンにさ、あ、警報あった。ドローンにさ、爆発アビリティついてる。うん、俺、ちょい待って。ドローン。ついてたらさ、同時に叩けばいいんじゃない？有効。待って、ドローンの設定ってどうやって変えるんだっけ？あの、そう装備のドローンから変える。ああ、そこか。ずっとメディックだったから忘れてた。ドローン。いや、でも俺ドローンのスキル育ってないから、距離がめっちゃ短いのに、いけっかな。先に武器ケースの回収から目指すか。くれぐれもバレないように。俺こいつ殺せるからやってくる。ちょっと待って。監視塔の。ここもうちょっと探索。はい。おお、この短距離に3人か。バキ。ナイス。これこのライトって消したら警戒されるのかな？警報をつけてる。うん。された。あ、で警報1個壊してん。オッケー。警報これで全部かな。あ。ドローン展開。でこいつなんか孤立してるからやるかな。砂。危ない。見つかりそうになってる。ナイス。ちょっとライト消してみるね。うん。まあ、見つかんなきゃ大丈夫だと思う。おお、真横にいた敵。危なくね。びっくりした。こいつやるわ。ライト消したけど全然怪しんでないな。うん、どんどん壊しちゃうかな。暗視状態だとちょっとライトがすげえ見にくいから。うん。ヘリ来てる。ユニダット。危ない危ない。どっから見られた？下か。あ、違う、ヘリか。ヘリだ。とにかく、あ、まだ旋回してくる？ヘリ。めんどくせえな。隠れよ。あ、俺さ、手前のベルトコンベアのとこまでならドローン行けるわ。ちょっとあのヘリ鬱陶しいな。 EMP EMP で落とすね。 EMP でもバレるかな。いや、ちょっとやってみよう。うん、はい。キル確定。あれ、くそっそ、どうなってんだ。あ落ちてくんなかった。はあ、落
ちょっと近づけばよかったかな。早くどっか行って。あのヘリいる間俺出れねえんだけど。どう、なんとかしたいんだけど、HTI でぶっ飛ばしたらバレちゃうし。EMP でぶっ飛ばしてもなかなか。もう一回 EMP やってみるわ。まあ、それでダメだったらもう。ユニラットしつこい。ダメだ。Go to 爆破ドローン。本当に本当に。よし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 。暗い。あ落としやがった。オッケーオッケー。一切警戒されてない。本当だ。うん。はい。完璧、はい、完璧完璧。ああ。カルテルもね、ユニダットのことはどうでもいいんだ。よしよし、これやっと出れる。とにかくライトを消したい。こっちに発電機がある。あ、発電機あった。発電機壊しちゃうわ。うん、これでライト消えろ。よし、もうちょっと警戒解くの待つか。うん、あーで武器はあっちか。この窓ガラス割って入ろうと思ったらちゃんと金網になってやがる。ん、それどっから入った。そこ普通に正面か。こっちは正面左の入り口から入った。あ、開いてた。普通に開いてた。どうしようかな。敵の数が多いよ。ああ、ステルス迷彩とか欲しいわ。それはチートだよ。あいつ倒。大丈夫？そっち、あのもう一つ奥にあのスナイパーいるよ。まだそっち先にやった方がいいと思う。それやばいわ。サブマシンが思ったターゲットがいる。このうじゃうじゃいるなここ。反乱軍にエリアの偵察を要請した。こっちを先にやった方が。ああ待って、またその奥に機銃についてる敵とスナイパーがもう一人。いやもう俺こっち側からバレてるバレてる。歩幅前進。お前らこっち来んの、こっち来んの、来ないで来ないで。危ない危ない危ない。ところでパーツ回収した。これまだしてねえ。そうだ、あ武器だわ。ちょっとそれ回収しなきゃ。ゲッチュフロスト。フロスト、よしよしよし。こっちはしまい。スキルポイントだな。お前、ね、いつの間に下にいたの。びっくりした。これね、あの建物の中どうやって入れっちゅうねん。そして装備を。あ違う、爆薬にして車の中から操作してさっさと逃げるみたいな。OK。 片っぽは破壊できるよ。ちょっと待って。ドローン出ねえ。早く早く早く、中にもカルテルがいるからこれバレる。いや待って、俺ドローン出ねえんだけど。殺してやろうかお前。いやお前マジマジ嘘。スコドローン上ボタンじゃん。くそ
じゃあもう俺が一人で破壊するわ、二つとも。それがいい。この先に支障が出る。クソ、どうなってんだ。これで追っ手が来たらね、始末してお前が。はあ、一応ね、クールダウンは追っ手が来てる。クールダウンは結構早いつもりなんだよけど、半分いった。ほう、今反乱軍と喧嘩してるわ。よし、もう一丁ドローンゴー。ターゲット排除。え、急いで急いで。え、バックアップ。カルテルの増援が来る前に脱出するぞ。結局ドンパチですかね、わら。デマンドで暗号化された通信を傍受した。発信源はエルガとか。これ乗れ。位置を特定することができたわ。情報を送る。ドローンでないトラブルがあったけど、まあ OK で、ファストトラベルすっか。じゃあ離れて、左側の方のレマンゾブラボ。あ、来た来た。どう、ドローン出せる、うん、あ、OK、よしよしよし、お騒がせ。じゃあなんかめっちゃ遠くにドローンマークある。え、バグかな。あっちの方に。俺はないや。まあバグはつきものだから、武器先に全部回収しちゃおう。うん、ストーリーミッションで行くことがある場所かもしれないけど、回収しちゃおう。なんかユニダットっぽいな。違うかな、はい、ユニダットっぽい。ユニダットだ。だるい。こいつらは最小限の戦闘にとどめて回収だけパッと。Okay、アルナム、アクイ、イー、ウー、ブラジル、アウ、ブラジル。はい。反乱軍にエリアの偵察をするよ。あいつで3人だ。敵グループがサブマシンガンを持ったやつを見つけた。めっちゃいる。どっか入り口はない、ここ。あ、あったー。これ。これ車でタックルすれば破れそうだけどね。いや、ここ入り口あるわ。あ、そう、そっちかい。うん。あ、その手前の金網さ。タックルして警戒されても嫌だし。うん、外側に敵2人いるぞ。いるね。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。やばいやばい、視野が広い、視野が広い。あいつらはやった方が良さそうだね。ちょっと2人重なってくれたら。いやでもね、多分ツーインワンとかこのゲームできないかもしれないよ。あ、そうか。俺奥やるわ。あ、オッケー、2番やるけど、ちょっと止まってくんないかな。あ、2番 OK。OK、3、2、1。はい。タンゴタン。じゃあ中に入っても右側にパッと行ってパッと回収。おう。ん？あ、ここか。多分すぐ回収できるでしょ。もうすぐそこだよ。あ、2人いるんだ。1人だけ倒した方がいい。狙いづら。見ろ、武器ケースだ。よしよしよし。俺わあ、お前が先か。回収。はい、タイさん。次は二人で同時に撃つとき、かっこいいですね。特殊部隊っぽくて、わら。二人で同時に撃つときかっこいいですね。特殊部隊っぽくて。これがね、本当の特殊部隊だからね。本当な、なんかめっちゃいい感じに処理できる。これが三人コープとか四人コープだとさらに連携が大事になってくるから。うん。あとね。アナウンに乗り物を頼んだ。ありとあらゆるハプニングの発生率が4倍3倍と
結構な大人数になると楽しいだろうけど、うん、ハプニングが何回も発生した。2人ですらすげえハプニングも巻き起こしてるんだから。こっちはカルテルか。だね、カルテルだ。ここも武器回りザルっぽいけど、とりあえず、あ、これほんと便利、偵察。やべやべし、ほんと視野広いな。もう隠密レベル最高だから全然見つかんないよ。まだそ、ほんとにその辺のスキルまだ最高レベルにしてないんだ。倒した、ナイス。もうザルだから回収しちゃおう。この一人を、お、殴っちゃえ。しおり、しおり。ああ。武器ケースを見つけた。え、サクッと。ワールドは楽しみだな。楽しみだな。こんなのが欲しかった。久々に、なんだろう、めっちゃ動きまくる FPS やる気がする。そういうことをね、この放送で言ってしまうと、これいつ投稿になるか分かんないからね、時間のズレがひどいと思うんだよ。そういうね。次は回収すべきパーツ武器はこれで最後。うーん、車があるから拡張8発、拡張で8発って何だ。いただき、はい、初見さんのこんばんは。行くぞ。ん、車どこ。ここここ、あった、節穴だった目が。はい、もう一回引いてやろうか。いやーやめて。あー、何もしてない。無実の人が。あれ、あれは、お、あった。え、これは1台だよね。何何あれ、あれもう取れるんじゃない。ちょっと待ってよ、邪魔な、でもなんか見つかってるけど。いや、邪魔な車両は。あ、いったいったいった。近づいた瞬間にちょっと、あ、いた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 、ちょっと、お前この基準について追うぞ。もうね、近づいた瞬間に逃げていくみたいな、もう、うーん、クソ。お前、もう一人いた、ガンナー席。追うぞ追うぞ、そいつ下ろして。あれさ、死体が後部座席に乗ったままなんだけど。いやー、まあ、マネキン、マネキン、マネキン。デコイか、これは。デコイ、おとりを撃て撃て、撃とう。ねえ、これ手前のこの車関係ないよね。関係ないと思うよ。いた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 、撃て撃て撃て、痛いっちゅうに思う。全然当たってねえんだけど。こっちこっち、おら。ちょっと待って待って、ほんとにこのガンナー席めっちゃ感度低いから難しい。頑張って頑張って。バックにするから。あれ、あの車まだ動いてる。あ、もちろん。おら、ちょっと、あっ、おい、あ、お前生きてんのかい。ちょっと、あのトラック2台喧嘩してるの。前方前方。なんか、あんな感じの高級バイオひっくり返った。お、撃てる、はい、ナイスナイスナイス。あとあの喧嘩トラックは、あ、撃つな撃つな撃つな。あ、これ違うやつでしょ。これえ、いや、これだよ。嘘、待って、後ろのやつについてる。え、嘘、ゲット、あ、燃えてるけど、ゲット。マジでマジで、あ、後ろのマーク消えた。エモジ、いってぇ。エモジ。あれはなんで死んだ。うん、なんか一人生きてたみたいな。あ、そいつ、あ、ブチアゲット。まあまあ、デスルールだってことね。え、じゃあ2台ともブチだった今の。うん、そんなバカな。
俺さっき後ろのやつに思いっきりマークついてたからさ、そいつ撃たないようにしてたんだけど。いや、俺は前のやつにしかマークがついてなかった。マジ意味わかんないところまでだ。なんか今日はバグ多いじゃない。本当よ。お、ドローン飛行中。ああ、家だ。あ、家か。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼む。あ、これだけ。へえ。一般人殺しちゃうな。あ、マジで？普通に殲滅しちゃおう。何何何何お前マジでって言った時点でもう投げただろ、なんかすでに投げてた。はい、回収回収回収。これなんだ、郷土料理資料。ショットガンか。なん8発ってやたらと少ねえなと思ったらショットガン。ちょっとな、アラビア文字っぽいコメントが来てるけど、俺解読不可能だわ。Google 翻訳。無理か、無理だわ。よし。じゃあこれ。レマンゾの不死身の部署、エルガトの居場所が分かった。I.M. ブラブのリアサーチエンジンフォーセールアットサムグレートスタッフ。もうこの地域終わりそうじゃん。うん。あ、そっか。あれ不死身とか言いながらもう。いるの、エルガト君。なんか麻薬飲んで不死身と勘違いしてるだけだけど。麻薬使ってる人はみんな頭がいかれてると、そういう理論か。うん。この一個前の地域もなかなかだった。ああ、リードそうだろ。あの、なんとかリードって人もだってね、瞬殺しちゃったし。本当よ。顔が拝むことなく。だからエルガトはせめて不死身だっていう意味を持ってるんだから、まあ、確保したいよね。あ、確保ね。うん、確保してちょっとヘリにでも連行したいな。だからこのゲーム殺傷武器ばっかりで、なんか非殺傷武器とかないよ。うん、ここだよ。ここカルテルだ。ああ。エルガトどこ？あ、いた。あれザルスキない？おっと、これやっぱり連れてこないとな、あいつ。爆破ドローンでシュドーンできそうなんだけど。え、すぐそこにいるじゃん。あ、これめっちゃ超私服だけど。おっといた、目撃。あれノックアウトしかねえ。くっそ。なんで仕留めた。早く早く倒したよ。はい、ユニアと。ああ、死体の身元を確認すると。あれ、こっちは偽物じゃね、これ。影武者、落ち武者、影武者。落ち武者って。いててててちょっと逃げて逃げて。あ、偽物だわ。こいつは替え玉よ。わかった、引き続き奴を追う。いい情報があるわ。あなたたちが連行した科学者がエルガトの自宅と思われる場所を吐いたの。座標を送る。了解だ、行ってみる。あ、これフェイクメーンじゃん、これ。おお、あ、あと1話かあった。うん、だってハゲのはずだけど、髪の毛あったもん。いや、今のやつもなかなかハゲてる。あれ、本当に？やつでもいいんだ。やべやべやべ、無理だったじゃねえか、お前。いや、どの道バレそうだったから。それじゃあ本物こそ捕まえてね、ちょっと楽しい倒し方を。楽しい。あ、こっちだわ。警戒解除。レマンゾの不死身の部署、どこエルガトの居場所が分かった。ん、奴が不死身なんかじゃないって証明した。あ、だったら あったら早く。ヘリを用意したぞ。あ、外れてる。ヘリピックしてヘリに乗せて倒してあげよう。あら、アルファトラベル不可能。マジ？その発想。ああ、寒。寒やめて。寒やめて。やめて。ああ、撃たれた。回避したい。ああ、回避できた。
ああ人生の傘だな。緑の楽園ってのはここのこと？楽園か。楽園には見えないけど、めっちゃ普通な農業してそうだけど、うん、ここにエルガトいる。ダイナミックエントリー。危ない危ない危ない。着陸大どうした？あれあれどこ行った？ダイナミックエントリー失敗した。さっきの俺じゃ。なんだここ。あ、近い。俺の 真逆から湧いたな。まあまあまあ。で、ここもさ、結構ザル、スナイパーを発見。声がザル。2人目のターゲットがいる。ちょっとここに、あれ？もう一人どこ？あれ？あ、いた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 。仕事の休憩時間が終わるのでお先に失礼します。頑張ってください。はい、頑張ります。サブマシンが思ったターゲット。あー、スナイパーいる。感度をマークした。うん、ザルでもないね。それなりに、それなりに、まあバレないように行こう。うん、これなんかかなりにいるこの2人。やっちゃうか。やべやべやべ、なんだなんだ。おう、ちょっと草が危ない。本当にツインワンとかできないね。これできないでしょ。今狙ったね。どっか階段から登っていかないといけないね。ここ階段。ああそっか、ここ登れた。やばいやばいやばい。あれ、こっち見てる。あれ、うん、まあ、上のスナイパー2人。こいつ殺す。オッケーでしょ。ん、上のスナイパー、こっちやれる一番。いや、俺今そこの下にいるからきつい。あ、オッケー。あ、ちょっと登れたらいけるかも。あ、お、なんだなんだなんだ。全然 やれるわ。どっかで花火は、あ、やれる？はい、やった。じゃあこっちやるわ。オッケー。お、オッケー。なんだろうね、急に騒がしくなったね。でもエルチドじゃないや、エルガトがいるところ、あそこ逃げ場ないよ、バレても。おお。この二人やるかな。あ、ほっ、ほっ。ちょっと誘導グレネード、誘導、陽動だ。ちょっと4人とも集まんねえかな。ゴリラかよ。倒した。そう、4人集めてちょっとまとめてやろうと思ってた。あれ、警報あったのかこれ。壊しとこう。警報停止した。上行っちゃうぞ。うん、もう俺もゴリラするもん。おっと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 。あ、これゴリラしたらまずいやつ。よしよし、武器が設置されてる。よし、あとエルガト顔を拝んでやろうじゃないか。その前に表彰メダルがあった。エルガト本当にここにいる？これも偽物持ち？あ、いる。めっちゃ行ってる。ノックアウトしかない。よし、仕留めた。今度こそ本物なんだろうな。生体データをボーマンに送ろう。それで確実にわかる。これも偽物なんじゃねえの。こちらの窓、またエルガトと思われるターゲットを仕留めた。生体データを送る。来た、照合するからちょっと待ってね。よし、合致した。あ、よくやったわ。の窓、エルガトは昔からいろんな連中に狙われてたの。ついにやつも終わりね。本当にこれエルガト？映像来たから見るわ。うん。コカイン経済について教えてやろう。大半の人間は商品ばかり気にするが、それは間違いだ。売り物は必要だが、金を生むのはドラッグではない。
コカの葉の原価は1キロあたりおよそ 1.5 ドル。1キロのコカインを作るには400キロ必要。コカインベースでもボリビアでは1200ドルにしかならない。ただし、国境を越えるたびに価値は上がっていく。コロンビアまで持っていけば2200ドル。メキシコ南部では1万2000ドル。国境を越えてテキサスまで行けば2万ドル。ニューヨークなら1200ドルの投資がなんと3万5000ドルになる。パリでは6万8000ドル。ロンドンでは7万4000ドルよ。需要のある場所に商品を運ぶパイプラインだ。人々の渇きを癒すための。一度確立してしまえば手はかからない。労働者、車、賃金、賄賂。だがパイプが詰まると。また商品をやられた。先週は7トンも失った。その前は飛行機も。水が逆流する。余りすぎだ。安全に保管できない。部下同士で売買してる。商品が動かなければ給料は払えない。身代金を目当てに誘拐している。多すぎれば。バレリアを連れて逃げよう。国を出る前に殺されるわ。じゃあどうする。答えが出たら連絡する。溺れてしまう。うん、順調、順調に追い詰めてってるね。おいなんだこれは。うん、これはこれはなんだ。いや、不死身がさ、逃げ出そうとするするかなと思って。もう死んでるだろもう死んでるだろ。うん、なんか想像してたよりもかなりザルな地域だったけど。あ、スキルポイントあるじゃん、この、うん、気づかんかった。あ、間違った。あードルルラ。あれ当たってんじゃん。なんか結構短かったからさ、次の地域行っちゃうか。うん、めっちゃ早かったよ。うん、一応シークレット武器も手に入ったけど、違う、タイプじゃなくてラノベーナ。うん、レイディーキラーでいいかな。じゃあレマンゾクリアで三マテを行こう。お隣、ここ越え。三マテを。じゃあ、イタカ、久々にイタカに戻って、イタカエコーにファストトラベル。懐かしい、懐かしのイタカ、ね、エコー、順調だ、とっても順調。うん、